はい、赤黒デッドゾーンやっと完成しました。そうですね、構築は見ての通りです。このエンターテイナーなんですけどね、今ちょっと最近ムジャホールに焼かれるからそんな強くねえかなと思ってたら、そのムジャホール入ってないデッキだと大体激刺さりするんですよね。その抜こうに抜けないカードでしたね。あとこいつの場合はあれですね、こいつ4マナで出したら次普通にブラックサイコに進化できたりするので、普通に強かったやっぱ抜こうに抜けないんだなってのが自覚できましたね。で、リバイブホール2枚とだいぶ少なめになってます。これはですね、普通の赤黒レッドゾーン、レッドゾーンですね、普通のバイクと違ってレッドゾーンってあんまり封印解けないんですよ。で、まあだからドキンダメリア3枚も入ってるんですけど、まあそうなってくるとですね、こいつの回収効果が役に立たずに終わるパターンが多いんですよ。墓地にカードがそもそもないので、その回収できないみたいなパターンが多くて、まあそんならイビルヒートの方が強いかなってことで、今イビルヒート3になってます。でドキンダメリア3枚なんですけど、これまだそんなに実戦で使ってないんで、そのいまいちまだこいつの強さが分かってないんですけど、まあみんな3枚入ってるからとりあえず3枚入れて回してみてって感じですね。まあもしかしたらちょっとな抜くかもしれないです。ただなんかやっぱ強いらしいですね、評判聞き取ると。本当に、なんか強いらしいです。で、タイムドリッパー3になってます。これは正直読んでもいいかなと思います。4にするんだったら、まあそうですね、イビルヒートをタイムトリッパーにするのが一番いいのかな。そんな感じですかね。まあせっかくなんで、このデッキのまあ魅力的なところを紹介していきたいと思います。まずこのデッキの強いところですね、まあまあタイムトリッパーが入るっていうのはまず強いですね。タイムトリッパー本当もう鬼畜みたいなカードなんですよ、これ。本当に散々もう黒いヘッドとか言って取り上げてますけど、本当に笑えないぐらい強いんですよ、これ。例えばですね、先手に行った時のトリッパーはもうカスですよ、カス。2ターン目に、ブラッドレイン出したとしましょう。で、3ターン目に、タイムトリッパーを出しますと。するとですね、相手2マナの時に何もしてこなかった場合、3ターン目もう1ターン止まるわけですね。で、この間に自分は、まあ、次のターンに4マナでブラックサイコとかに進化してあげてもいいですし、普通にエンターテイナーとかでバトめてもいいですし、ザブラックやイビルヒトとかで、もうバンバン攻めてあげることができるわけですよ。まあ要はこいつは本当に全ての攻撃の起点になってくれるカードなんですね。で、なんでまあタイムトリッパーが入るというのはもうデッキとしての利点になりつつあります。はい。で、次ですね。このデッキはあれですね、殴りながらハンデスできるので、相手のペースを乱すことができます。例えばですね、相手なんかその手札を見て次こうしようみたいな動きあるじゃないですか。で、そういうのを意図的にもうなんか、ブラック、そうですね。このザブラックからブラックサイコの時に、もうその、相手のプラン全部崩れるんですよね。要は相手は縦から引いたカードだけで何とかしないといけないわけで、その、相手を攪乱することができるんですよ。で、まあこれは本当に強いです。やってみたらわかる強さなんですけど、その、相手の、そのめっちゃ強いプレイング、相手がなんかもう本当に完璧なフレームを教えて手札にすごくいいカードを残したとします。で、まあ、だとしても、こいつのせいで全てが台無しになるわけですね。もう、うまい一潰しですよね、要は。なんか、時代の流れですね、これは本当に。で、まあ、あとはですね、出した時に、まあ、封印解けるんですけど、このデッキですね、そうですね、レッドゾーン X とか、さ、レッドゾーン X とかデッドゾーン入ってるので、結構比較的、落ちてくれます。コマンド出した時にこういうカードが。で、まあ、こいつらは、まあ、落ちたら、いきなりトリプルブレイカーになったりしますから、まあ、本当に強いですよね。これは、やばいです。はい、じゃあ、まあ、次に強いとこですね。じゃあ、高速ですね。高速がめちゃくちゃ強いって話しましょうか。例えば、ブラック出して、アタック時に、ブラックサイコに進化して殴ったとします。で、まあ、回収のターンにこいつがやられましたと。で、次のターンですね。イービルヒートを出してあげます。で、イービルヒートを出すと効果で山、すいません。先に封印解いた方がいいですね。封印解いて、山札の一番上を墓地に置いて、墓地からクリーチャーを一個回収。ここでブラックサイコを回収できるんですよね。で、ブラックサイコを回収しながら、またアタックするときにブラックサイコが乗ってくると。これが本当にアホなんですよね。破壊したつもりがすぐ戻ってくるんですよ、このデッキ。デッドゾーンとかもう、こういうことしなくても戻ってくるんですけど、ブラックサイコでさえこういう、なんかもう、リバイブホールや、
ディービルヒートですぐ戻ってくるんで、その相手からしたら迂闊に破壊できないんですよね、こういうカードを。その破壊したら次のターン戻ってきた時のリスクが高すぎて、その、多分自分が使ってる以上のプレッシャーを相手に与えることができます。そういう強さはありますね。で、次。まあこれがバゲモンだってとこですね。これは、多分一人回ししてるとそんな強くないんですけど、ただ実戦においてはめちゃめちゃ強いです。まず第一に、その、封印を全部解けるので、こういう S 級侵略系のカードが、その、落ちてくれる確率が結構上がるんですよね。一気に解けるので。で、うん。しかもこのドキンダム X は、その、バトルゾーン離れる代わりに、こいつの効果で封印つけるだけで OK なんで、反撃の心配も少ないと。まあ、これ除去られたら笑うしかないですけど、まあ、そうそうないんで大丈夫です。はい、まあ、以上、デッドゾーン紹介でした。まあ、一応、その、まだ、全然改良してないんで、まあ、どんどん改良してって、その都度動画上げていこうかなと思います。じゃあ、また、お疲れ様でした。